一般朝鮮日報は五輪は銀銅金リディアコ天才少女からパリの女王にとの見出しでリディアコはパリ五輪での金メダル獲得で2016年リオ五輪で27歳10ヶ月で LPGA 殿堂入りしたパク・インビを超えて27歳3ヶ月の最年少で殿堂入りを果たした五輪前は LPGA 殿堂入りに1点足りなかったが 五輪の金メダル獲得で米ツアーで優勝した時と同じように1点が加算される規定により、電動入り条件の27点を獲得した。また、五輪ン度の出場で金、銀、銅の3つの種類のメダルをすべて獲得したと伝えた。また、韓国ではゴルフとは別の話題も大きく取り上げられていた。現代グループの嫁、リリアコ、金、銀、銅メダルべて獲得。 ニューシス、現代グループ、チョンテヨン、息子の、嫁のリリア子の金、メダル獲得、お支援、弁当の配達まで、韓国経済、リリアは22年、現代カードのチョンテヨン副会長の息子であるチョンジュン氏と結婚。そのためチョン副会長はパリ五輪に出場するリリアを自身のインスタグラムで写真を掲載するなどして全力で応援していた。韓国経済、は、 チョン副会長は試合が始まってすぐ、インスタグラムに五輪女子ゴルフ、私は韓国チームとニュージーランドチームを応援すると投稿し、リディアコの写真も一緒に掲載していたと伝えている。また、金メダル獲得の後には、家族の中の一人の人生で最も重要な試合をしたと投稿したという。警備が固くて選手村には近づけず複雑な、作戦、を決行。また、 大会期間にリディアには毎日、韓国料理のお弁当が届けられたという。チョン副会長が大会後の後日談としてこんなエピソードを自身の Facebook で明かしている。五輪では選手とは隔離されているので、コンディション調整のための食事が重要になる。リディア